もうずうずうしく生きていこうぜ。ということで、じゃあ最初から入ってくなよ。なぜかこいつが姫路にやってきました。会いたかった。会いたくないの。夏みかんちゃん、あ、そうです。ありがとうございます。写真撮りますか。え、いいんですか。うん、ブレッジしていいですか。ブレッジ見ていいよ。え、見て、給料日。お前あんま撮んなよ、人の給料袋。バイトしたことないからさ。すごい、見せていい、 YouTube のみんなに。え、全然いいです。給料日は今の時代にさ、現金手渡し珍しいって今の時代。そうなん。何のバイトやねん。すごい。男の子です。スキピ。違います。え？普通友達です。友達で電話。告っちゃえよ。スキ言ってたの告っちゃえよ。写真撮っていいですか？もちろん。シルさんが姫路。ありがとうございます。ということで、姫路にこいつがやってきました。案内するということで今から。姫路我が地元なんですよ、僕。だから、あんま案内してみようかなということで。うん、なんで来たの、まず。会いたくて。話される理由、それだけ。じゃあタイトルは、姫路のご両親に挨拶しに来た。あ、じゃあそういうサムネ撮るの。はい。けど、まあ僕の両親には合わせません、今日は。まあ、ってことあるけど。何やろ、お前。ピオレって言って、姫路の大きい建物。相席はどこ。相席なんか、カットで待って。なんか、けど、道入る人来てくれし。入ろう。あんま姫路ご飯行かんからな。正直、小学校とか中学校の時はさ、歩いてたの姫路のこと。あ、そう。まあ、ええー。踊れ以外って言って、姫路のこう居酒屋がこういっぱいあるんですけど、あれちょっと入ろうか、どっか。すいません。はい。2人って行けます。大丈夫です。お寿司と浜焼きのお席がございます。浜焼きにしとく。浜焼きの方です。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか独特やね。初めてなんだよな。初めてなんだよ。いや、まあ、時間がまだ早いから。4時ぐらいだからな。勉強 BGM なくてな。向こう、確かに。消してくれたんじゃないの。ちゃうやろ。お前、ビップすぎるやろ。ヒカルくんか、お前。じゃあ、しーちゃん。姫路の有名な人だよ。ヒカルさん。YouTuber ね。アンポロッキャさん。ヒロヤくん。やばいやつしかおらんかな。慎太郎は罰がいい。あ、黙れボケ。ノーベルブライトっていう有名なアーティストさんだけど、ボーカルの人も姫路。その人もめちゃくちゃ売れてるのに借金3000もある。ギャンブルしすぎて。あ、そういうこと。姫路まともなやつおらへん。姫路でやっとまともなアーティスト出た思ったらギャンブル狂。で、しんちゃん貯金いくらなの。言うか。あとミッキー小田のミッキー。あ、だからもうヤバいやつしかおらん。もう全員なんか癖ある。なんか問題ある。接点ある人はおる。誰か面識は唯一ちょっとまあ仲良くさせてもらってたって言ったらまあおこがましいけど、ノーベルブライトのボーカルじゃなくてギターの人は仲良くさせてもらってるの。へぇ、シントの姫路やんって言われて。そう、俺のボーカルと一緒やん。姫路やっぱヤバいやつやろって言われて。でもいい人やね。めちゃくちゃいい人。まあそれぐらいかな。あとは別に面識はない。まあ今日なんか間になんか知り合いがおるぐらいはあるけど、姫路どんなとこって言ったら、大きいが多いとこやな、ほんまに。まあだいぶ減ったけど。似てるよね、あんまと。あ、似てる。マジで似てる。マジで似てる。なんかあの、ワイブスとか。そう、おる女の子の雰囲気とかも、みんな気強いし。だから全然うちも違和感ないもん、あんま。姫路なんだけど。全然違和感ない。だいぶ俺、姫路から離れて長いから、18から姫路ちゃうから、癖が強い関西をだいぶ抜けてきたけど、関西弁も。姫路行ったことある、お前。全然ある。友達おったもん、姫路。あ、そうなの。でもうち逆に、天の人って言ったら分からへん。でもたまにさ、TikToker さんとかも天の人おんねんか、事務所に連絡してくださったりする方おんねんけど、うちあんまりそういうそのコラボとかするタイプやから、ほんまに誰がすごい有名な人も多分たくさんいらっしゃるんやけど、分からへん。だけど天といえばダウンタウンじゃん。そう、ダウンタウンさん、ほんまあの人はレジェンドやん。うん、ダントツやな、もう天がさげる。そう考えた姫路ってさ、レジェンドって言ったら誰、ヒカルさん。あとはあの、まあ、ちょっと昔だけど、松浦綾やったら、あややん。分かる、あの人。昔のトップアイドルな。あの人姫路。安中ってちょっと近くで違うか。知らんかった、そうなんや。しーちゃん、姫路の観光大使になりたいな。なりたいよ。怒らない、でも。なりたいよ、姫路で目指してよ。あと姫路でさ、観光大使になってさ、中身見たら口悪い。おい、ヒカルくんに。それってさ、ヒカルくんとかさ、バカにしろ。じゃなくて、癖が強いやろって。ヤンキー臭がするやろって。だけど、だから野球好きやで、俺はだから。叩かれててもなんでってもそんな。確かに姫路からしたら当たり前の言動って普通のことで。そう姫路からしたら当たり前の言動を喋ってんのに、おかしいとか人の心ないとか言われるけど、いやもうそういうもんやから。今日もコメントになってんけど、しんちゃん結構うちにさ、ノリでさ、タックルとかすぐのタックルとか、あの、わかる。でも関東の人からそれがありえへんねん、男女に。だからその地域によってやっぱ価値観がちゃうねん、絶対に。多分そうやねん。だから面白がってくれるかもしれない。逆にな、なんかいいも悪いもな。それも多分、でもじゃあこれ普通の人
出身関東の女の子と動画撮ってたら多分もっとその子辞めたかもしれない。あ、そういうこと。あの普通のね、俺だって大学で関西の大学行ったんやけど、関学っていう、まあ、いわゆる関西のおごっちゃん大学みたいな、あのお金持ちがいっぱいおる大学に行ったわけよ。晩秋弁で喋るやん、普通に晩秋弁で喋ったら、やっぱ最初入学式普通に喋るやん、それってやっぱ同じ関西やから別に大丈夫や思うやん、お前とは合わへんわって言われてはめられたからな最初。マジで、うん、え、こうやったの。そう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 、普通に喋っとるだけと思ってた俺は。一時大学ってさ、中高大ではなくても大学からそこに。あ、そう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 、そういうことね。中高の人もおるし、中高から行く人とかもっともうお坊ちゃまなわけよ。半額中高ってめちゃくちゃお坊ちゃま。もう言ったら入学式に外車で来るみたいな。で、このヴィトンのマフラーとか分かるやろ、分かるやろ。俺ら田舎も別に電車で行くわけよ。入学初日2日一緒ぐらい経って、そのゼミとかクラスのあれがあるやん。部活とかサークルじゃなくて、そこの人と最初仲良くするやん。その時に男の子が結構そのクラスって生きってるだけ牛耳ってる男の子がおったわけよ。おるやん、その。だからゼミとかでも。大学でそんな生きるって思うやん。女子やから分からんけど。おるやん。正直あんまかっこよくなかった。今日俺生きてますけどみたいな感じがしてた。俺この子ね、授業中になってその話で、俺はいつものノリで「どの顔が言うてんねん」って言ったよ俺。その普通にツッコミとしてな、いつも通りだ、いつも通り、そう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 、どの顔が言うてんねん、いけるかボケんって言って、普通やったら「いや黙れや」ってかさ、あるやん、ここでこうラリーが始まるわけやん。なんかこうシュンとシュアして「お前と会わへんわ」って言われて、いや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 、どういうことどういうことって、そうやろ実際と思って、そのなんか俺いけてますけど出すけどって、いやもう言ってあげたらかわいそうやろと思って、別のな間の友達が止めてくれて、まあまあ慎太郎、まあまあそれでもまあまあ、でもそっからもうそのはみられた、はみられたよ、その子中心的な存在だった。マジで。だからそれでちょっと、あ、イメージ弁って汚すぎるんやと思って、言葉の使い方とか、それはあるかも、ね、言う内容とか、天野待ってた時も女が死ねって言ってたから、その男の写真撮って、でもそれも普通やで、甘くないって言ったら角度ってあるやん、うちもよく言うでしょ、その撮る時にちんちゃんもっと上とか、あるあるある、ほんまに普通なことが傍から見たら普通じゃないっていうのにうちもびっくりしてしまう。ずっと日本実家に住んでるわけ、なおさら他の外のさ世界とあんま触れ合う機会がちょっと減ってるわけやん、うん、俺はその18の時にびっくりした。大学ってジャケット着てるからな、中高感覚のやつとかも確かにジャケット着てセカンドバッグ持って登校するから、俺みたいな田舎もんとちゃうわけよやっぱり。2人のこと応援してくれる人って本当にいい人多いのと、ファンの人も変わってるよな自信持ってほしいよな、うん、もっとファン増やしてほしい。うちらも頑張るけど、ファン同士も頑張ってほしくない。それちょっといいタイプだけど、広めてほしいね、ファン同士、そのみんなに仲良くしてもっと広めてほしくない。うちらおらんとこでご飯会してくれていいし、おおいいね。そうだって俺はファンクラブってないから難しいけど、やってるらしいね一部では。え、そうそうやってんねん。だけどそういうふうにやってもいいし、みんな上行こうやって感じ。おいいね、なんかあるやん、だんだん遠くに行ってるような気がしてとか、昔と変わりましたねとか、昔と変わりましたねって言うけど、変わらずやったら、ね、俺らがじゃあずっとこのまま先細になっていって、見る人どんどん減っていって、お前やってくれんのけ、怒るぞ。今日怒らんとか、あ、そうか、思い出してイライラしてた。だってそのさ、言うねん、寂しいじゃん、だから変化やめてくださいとかあれや。いや、ちょ、お前、じゃあそんなどんどん減って、どないすんねん。じゃあもう最終5人になりました、見とく人。じゃあお前やってくれんのけ、俺が65なんて、なんか俺はやめなあかんとか来るかもしれん。そこをね考えてくれたら嬉しいですね。まあいろいろさ、しんちゃんはしんちゃん、うちはうち、しんのついて2人動画撮ったりするやん、うん、しんちゃんだけのファン、うちだけのファンとかもおるわけやん、見とう人からしたらなんか腹立つなとか思う時もあるわけやん、あるやん、お互い絶対それもなんかあの怒らんとってほしくない。だって思う分にはいいよ、正直言って、思う分にはいいね、そのエンタメやんみたいななんか逆にそのマイナスになるんじゃなくて、もっとみんなで切り抜きをって、いいね、どこのコムドットさんとか名前出しちゃったらあかんけど、いい、ね、コムドットさんのファンって強いんや、そうファンかな、そう負けない辛辣ファミリー絶対いける、負けない、いけるいける、はい、インフルエンサーだけで言ったらあんなにイベント人来るっておらんから、これってさ、すごいことみんな自信持ってほしいんだけど、うちあんまよく分かってないんだけど、インフルエンザどうしてもやっぱイベントで人を集められて、まあ、YouTuber のけるとしてタイミング、あ、逆にすらね、はい、いや、本当に来てくれて嬉しい。だから自信持ってね、俺らも頑張りましょう。ちょっとイベントしばらくなくなっちゃうんだけど、俺ら二人のイベントはなくなるっていうか、別にさ1年後ぐらい、1年に1回貴重な1回にしたい。だって去年は200人やったやん、だから別に去年からの今年は100人だって、もうそれヘボやん、うんうん、だったらもう300、400いきたくない、400いこう、そうだからそのためにうちらも頑張らなくて、頑張ろうってことで一旦ちょっと食べます。美味しそう、見て、さっきできました、牡蠣大好き、牡蠣、姫路の牡蠣はどんな牡蠣か、姫路で取れた牡蠣ちゃうの、いただきます、うまそう、やばい、めっちゃうまそう、見て、でかいな身が、いただきます、うーん、うーん、うん、うん、まっ、うん、あのさ、うんまってかぶせやん、お前
俺来るから思って待ちながら言ったのにさ、うんまっ。俺一回見て、あ、お前俺食ったらまっとんやってことは、うまってかぶせて食うんやと思って待ってたら、お前も同時に食うんかい。なんか思ってんじゃん、大きくて。何やねんそれ。広くないで。はぁ、だいぶそんな話してへん。お前気持ち悪いボケ。あ、うまい。カキってうまっ。嫌なんやろ。嫌なんやろ。だっていいよ。うん、大体分かる、お前の言いたいこと。何が？もう、お前の言いたいことすべて分かる。何が？俺は好き。姫路 I love you。 あ、もう姫路大好き。姫路のさっき I love you。 すいません。うまっ。うまいよな、カキって。うん、カキうまいね。主婦のさ、商店街なんでもいいけど、飲食店なら欲しいような仕事。あ、いいね。マジで全力潜入するから、でも、うん、ファミリー絶対行ってくれる。新夏ファミリーとか、新太郎ガールズとかもやっぱ行くらしいで、結構行くんや。うん、よう、メンションくれる。うまいや。まあ、女け、ほんまに。女好きやと思う。絶対使えよ。あのさ、ほんまに好きな人までこれする？あー。あー西成のジジイやん。でも尼崎のヒジにもあるやん。あの、慎太郎ガールズも来てくれるし。西成のジジイは尼崎のなんかヒジにみたいな言い方、いいように、いい踏むなよ、お前。ラッパーすごいよな。急に前さ、あの曲見せたやん。怒って舐めたの。あ、早いや、あの、伏線回収した人。最後もう一回あの言われた人出してんようやく。おう、曲あれかな。今まで言われてた胸ぐらつかんだ本人が俺やん。曲出してんようやく。めちゃくちゃかっこいい。えぐい。手のひら返してまたみんなそれで、そのなめだらの曲かっこいいってなってたやん。やっぱ曲はいいみたいな。でずっと黙っとってんその人は。最初からじーっと三段構成にして攻撃したわけやん。そっから一人だけで、一人で6分ぐらい歌って、めちゃくちゃかっこいい。2人の、うん、最後の締めくくりの言葉がめちゃかっこいいで、大ボール立てるなら立ってみろよどう思うよって、かっこよない。締めにピタって、それも言うわけ。曲で1回目に攻撃というか、まあ、出した曲のからはタイマーとかは吸っていいやんって考えた。それを捕まえる警察ってうざないっていうのを言ったりしてたらしいじゃない。はいはいはい。でそれに対してこっちの方言うわけ。こんなことでガタガタ動かすなんて、なんなって。ヒップホップってのはそういうためにあるもんじゃないと。黒人の人たちが肌の色や人種差別で虐げられて、それで反抗するためにヒップホップって始まったのに、お前らはそんな平和な国でタイマーがあかんぐらいで怒るなんて。めちゃかっこいいこと言うねん。そういろんなこと言うねん。そう、あー、クラウデン、そう一緒、自分が惨めになるよ。じゃあうちもやむやん、よくその自分の一緒。あっつ、あっつい。ほら、こんなやつやで。あっつい、あっつい。おーないやんでくんねん、たまにうち。たまにうちが LINE するときってやんだときやねんけど、やむって言っても頑張っとる人を見るとほんまに自分が惨めに思ってくんねん。いいよな、あのかっこいいな。もう男すぎねん、趣味は。だからじゃあうちほんまにな、みんな思っとる。結構うちってさ、フォロワーさんってさ、うちのこと応援してくれてる人ってさ、あの過保護だったり、うん、すごい親目線で見てくれてる人もありがたい、めっちゃ嬉しい。うち大好き、アラビア。いいよ。でも結構うちの中身ってほんまに男やし、あ、俺より男やで。思っと以上に大丈夫みたいな。あ、そう、あの言ってる、分かるよ。余裕で大丈夫。あの、だって言ってんしんちゃん、裏がこいつらやばい、根性とかこいつらやばい。風とか例えば38度、38度あっても、しんちゃんはやばい、しんどいって言ったら、うちはもうね、行こうや、前伏せ行こうや、買いたいの人やから、ちょっと怪我とかちょっとのしんどさがコンコンだけで、心配しなくて大丈夫。ああ、大丈夫大丈夫。それ、それ言いたい。俺がこいつに伏せやないって言ったところでも何も思わない。それやばい。でも俺心配、本来対して伏せはなくね。そんなもんブス言うてやろ。ということで、イメージゆっくりします。ゆっくりホテル。なんでやねん、ボケ。お前、ハンバーグ買えるな。ガツガツしよ、お前。お前さ、カメラも。お前、再現しよ、お前今。今、みんな見える？ここな、ダンサーあんねや、ダンサー。ちょ、お前、こいつがどうしたと思う？どう？腰が。腰がしてんねん。コス取れるか思った。うるさい、黙れ、喋りかけんな。27。ああ、もう喋りかけんな。てか姫路の話しながら行くわ。姫路寒い。ああ、ちょっと気持ち悪いな。寒すぎる。でもさ、あれ行ってみる。姫路ってプリクラ屋さんあんねんけど、別に入らへんねん、もうさすがしんどいから。男女でしか入れへんプリクラってあるね、姫路って。男だけがあかんプリクラがあるわけ。学生の時はカップルがおったら入れるわけ。意味わかる？わかる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 。だからそこは唯一そのマウント取れるわけよ。ああ。行ってみよう、そこ。今でもあんのかな、いくら。うちは姫路泊まれてるから何回も来たことあるんだけど、限られへん、行くとこって。黙れよ、お前。失礼やぞ、お前。こうやってさ、
説明してくれてるけど、うち TikTok の知ってんねん、全部なんかなんでお前が姫路城知ってんねん、知らん人に姫路城案内してんねん。そうやな、あと何通りか教えてるよ。お味噌筋って言って、みゆき通りとは違うねん。じゃあこっちこっち、お味噌ってよくみんな言うねん、お味噌お味噌って。そうそう、ここね。で、このさっき通ったのがみゆき通りやねん。なんでみゆきって言うかって言ったら、天皇が通ったからみゆき通りって言う。天皇さんの名前ってみゆきなの？なんかそんなんやったら気する。お味噌筋はちょっとちっちゃい商店で、ほら見て、五座候って有名なやつ一個買おうか。じゃあ姫路屋してくれた五座候、あれ五座候じゃなくなってる。あれこれ五座候でしたね、ここ元。いやいや、五座候じゃないですよ。前の店舗してるやろ、したあれ違いました。でも一つ買います。いただきます。はい、あ、うまい、めちゃくちゃうまい。いや、なくなっとうせつあるぞ。だって学生の時は、それは高校生の時プリクラ感あるやん。プリクラ感ほんまや。こんな韓国ショッパーなかったで。ここはほら、2階は男性のみの入場禁止って書いてある。ほらプリクラ感ってほら。だからここってほんまカプスの聖地だったわけ。めっちゃ気になってるわ。あっつってか。てかさ、よく食べれんな、さっきのあれかん、これ。え、待って、姫路ってすごい、招き猫こんなに大きいんだ。で、こっちまっすぐ行ったら姫路城があるわけ。姫路城はよくない、別に。行かへんよ。え、どうする、あと1軒ぐらい行く。俺もうこれ閉めてもいいで。ということで、はい。あと姫路ほんまもっとゆっくり散策したかったんですけど、まだ時間が早いから。そうそう、ちょっとまた新たにリベンジします。ぜひチャンネル登録をお願いしてね。バイバーイ。愛してる。誰に言うてんねん、ボケ。お前だよ。すごいね。いつか見せてやるぜ、打ち上げ花火。痛みなんてもう後回し、苦し紛れの笑い。